まあこうやってね、きれいにレットはしてそうでね、すまね。たやるっていうのがね、ちょっとオンタイムで接したことのない人にはどういうふうに見てもらえるのかっていうね、その中ではね、シン・ゴジラのある種の基礎になってる。ああ、そうですね。シン・ゴジラで初めて怪獣映画というものに接した人って間違いなくたくさんいるわけで、そうだよね。そういうだって人たもちがう、こう来うん、るみたいな。だってもうあれだもんね、ゴジラファイナルウォーでもう10年以上前で、15年とかそういうスパンのそうです映画にね。なってるんで、本当にね、怪獣映画最近のね、若い子見たら「シン・ゴジラ」ってことになるんだろうけども、まくし立てるような、本当にね、巨大生物が世の中に出てきた時の政府はこうね、対応してみたいなようなね、ああいうリズムで作る部分っていうのはやっぱりガメラの影響も大きかったし、これとあとはね、「機動警察パトレイバー」のね、「ウェイテッド13」が、これの2本はすごく、これとそうガでメすラね。はすごく大きいなと、ね、そう怪獣映画の骨格をも変えてしまったみたいな感じではありますけどもね。まあガメラ本当になんか本当繰り返しこうリストアされて、まあ 4K 版自体は今回初めてじゃないわけじゃないですああ、か。そうだよね。ブルーレイボックスとかも出てて、そう、まあ僕やっぱり平成ガメラすごい好きで、そう、DVD ボックスを持ってるんですけど、それ以降ブーレイボックスが最初にまず出て、ああこれ出たんなら買わないとな、でもお金ないなと思って、ちょっとお金貯まるまで待っとこうと思ったら、もう 4K 版が すああ、ぐそう発だ売よされて、ね。あ本当に、あどうしようかなと思ったら、もう次がまた HDR で、 しかも今回もっていう。最初の 4K 版は僕東京国際映画祭で、見たんあですりけまどもしたね、やっね。ぱりね、綺麗になってね、今回 HDR ということで非常に引きがひどくなってっそうていですうね。ね、ところではね、やっぱりガメラの火球とか、静かさがやっぱちょっとすごくいいんですよね。クライマックスのね、本当にギャオスとガメラの一騎打ちのところでね、モリモリ火球がね、モリモリ感がすごくいいですよあれでね、やすっね、ぱりこうそう、立炎体が感が、こう、するやつ。あれなんかね、本当にね、今回ね、改めて綺麗にね、レッドはされたものを見ると、また考えもひとしおみたいな感じでありますけどもね。あとはあれですよね、今回音響もドルビーアトモス上映そうそうにそうそう、多いだかとらこでね、すガメね。ラはね、本当に音響がね、イリスはドルビーデジタルで、それまではドルビーサラウンドでドルビータイプっていうふうにね、ダウン階を得て、どん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 クオリティが上がっていたんですけども、まあそういう意味では、新しく、いわゆるそのオブジェクトオーディオっていうね、空間を作り出す、ね、新しい、全く新しいサウンドの概念で、ね、レストアしてるんで、結構そこもやっぱ聞きどころなんだろうなみたいなところはありますけどもね。あれですね、ネットで見た情報ですけど、なんか田口清隆監督、ウルトラマン Z の田口監督が実際にアトモスで見られたそうですけど、主題歌の神話に立体感があるっていう ああなるほど、そこなんだっていう 僕もやっぱり平成ガメラって主題歌もすごい印象的ですけああ、ど、いいですよワね。ンもやっぱり神話はすごい素晴らしい名曲ですけど、それが立体感で聞こえる なるほど、確かになるほどなと 神話はいいタイミングでかかるからいね。やー、す本当んにご最くいい高でタすイミよングでかかね、るもんね。もう本当に。だから終わりっていうタイミング シュッて あれもね、だから本当に絶妙なまでね、神話がかかるっていうね、辺の主題歌の扱いもね、本当にタイアップでつけましたじゃないですからね、もう歌も込みで一つの作品ですからね。いや、だからちょっとね、そういう意味ではもうガメラ、まあガメラもね、平成ガメラも古典になってしまったっていうのが、自分の中ではね、いつまでも現役感がかなりね、まあもはやもう今、当時そのガメラ、特にイギリスとか、最初のね、大怪獣空中決戦もそうだけど、レギオンもイギリスも、いわゆるその着ぐるみ特撮って言ったらいいのかな、ああいうスーツメーションっていうところのある種もう究極のあそうれですだよね。ね。特にイギリスの時の京都駅の中でのもう突っ込んできてガシャーって入ってき て見たことなかったですからね、室内怪獣バトルっていう 本当ですよね、ね、壊すの大変だったらしいですけど 当時の写真とか見てもなんだこのサイズみたいな感じやだから怪獣映画っていうのも、本当に時代とともにだん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 作りづらくなってきてるっていうか、実際にね、ちゃんと現実にある建物ってやっぱり権利の問題であったりとかでね、すごく出せなくなったみたいそうなですね。ところもあるんで、だからガメラが本当にそういう意味では、実際にあるランドマークを使って、そういうふうな
怪獣バトルをやったっていうところでは、まあ最後の方とは言わないまでもあれですよね、本当にその規模とかそういうものを考えね、でも本当に重要だっていうか、うん、ね、だからちょっとそういうところもまた新しくいろいろ見てほしいなっていうね、大怪獣空中決戦も本当東京タワーの決戦も素晴らしいし、そうですね、あとはやっぱりリアリティを突き進めた怪獣映画としてもそうだけれども、そこを突き進めた上である種の権威みたいなものっていうのがあるんで、ギャオスとあのガメラの一騎打ちなんて本当にあれですからね、なんかマカロニウエスタンとかもうそうです、ね、西洋劇か時代劇かって感じで、そう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 、打ち合いをこうじりじり間を取っていくみたいな、うん、意外となんかそういうケレミみたいなところがこう、うんうん、なんかこうカッカカッカしてくる見てアドレナリンが活性化してくるような、うんうん、いや本当に極上のエンタメっていう感じですね、うん、だからちょっとねこの機会に、ね、見てほしいなみたいなところがあるんで、まあ、今あれですね、うん、上映自体は大怪獣空中決戦の上映が15日再上映かかることだけ決まってますけど、多分2も3も今後、まあ、情報の出方次第ですけど、まあそうですね、あのやってほしいな、レゲオンとかイギリスっていうのもね、レゲオンは本当に予告編の最初のティーザー予告かな、はいはいはい、あの速報の時のやっぱり一番感情の高まりがすごかったすごかったですよね、なんかレキオンはもう本当にね、あの SF 的にもね、本当に文句のつけようのないような、そうですね、あの本当にイナゴがね、あの大量発生してあれステーキ食うみたいな、はいはいはい、うん、そういうような、なんか もはやなんかギャオス以上になんかリアリティのあるようなね、相対があってみたいなところ ねえ、だからそれだけにね、劇場で最初に見た時のあのガメラのパカッと開いてドーンって出すところが何の伏線もなって気持ちの持っていきようがなかったって、ここまで話リアルに作ってんのにみたいな、なんか急に地球上からいろんなものからマナが集まってきたと思ったら、うん、お腹がパカッと開いちゃう大丈夫なのかそれはみたいなね、なんか釈然としない思いを返すイリス、イリスはやっぱりあれですよね、あとその怪獣が現れた後のいわゆるそのね、うん、あの二次災害的なもの、そうですね、そうね、怪獣が暴れて建物を壊しました、うん、そこには人がいてね、あの人が瓦礫の下になったりとか、そういうものっていうのをまともに見てましたから、ね、そうですね、主人公 あの前田愛さん の, そうそうそう、あの家族がその大怪獣空中決戦の時のガメラ対ギャオスの戦いでこう死んじゃったってい う,、うん、そ, うそういう話、ね、だから結局ガメラを憎んでるわけですね、はいはいはい、私はガメラを許さないってやつ、ね、そう、だからそこもすごいですよね、うん、怪獣の二次災害っていうかね、うん、人身被害みたいなものっていうのをね、うん、やるっていうのもちょっと ねあまりなかったですからね、うん、本当にそれこそ初代ゴジラとかその辺のレベルの話になってくる、もう3だ、まあ、これあの当時のパンフレット、うん、僕が持ってきたやつですけど、要はこれがまさにその前田さんの家族を殺した時の回想シーンのいわゆるトラウマガメラってやつですよ ね超怖い超怖いで、もうね目が白目ですからねこんなもう1のパンフレットと比べても全然もう別解釈かなって、クリクリしてるこんだけ違うんだみたいなね、えまあ最初のガメラはね、大怪獣空中決戦はその恐怖をギャオスが担ってたんで、まあだからそういう意味ではレギオンとかもそうですよね、はいはい、レギオンもね本当に全然感情移入ができないですよね、そうですよね、うん、この感じ本当になんか生物って色気のない生物なんで、うんうん、だからそういうある種のなんか恐怖感みたいなものもあったりとか、うんうん、ねえ、だから結構怪獣の造形一つをとってもやっぱりすごいなって、そうですよね、結構生物感の強いこうディテールとかって、それこそ当時の平成ゴジラとはちょっと違う路線の怪獣の作り方をしてるんですね、うん、まあゴジラの平成ゴジラがどちらかというとあの怪獣リニューアル路線みたいなところでいって、うんうんうん、人気怪獣をあのこうリファインしていってっていうような流れだったんで、だからまあギャオスとかね、あのガメラにもおなじみのねスター怪獣がいるんだけども、ね、うん、ちょっとレギオンとかイギリスとかっていうねオリジナル怪獣みたいなものっていうのは、うん、やっぱり内容に即したね、あの怪獣の造形とかみたいなものを作ったね、うん、方向、それはある種平成ガメラの独自の方向性だよなっていうのがあるんで、うん、ね、なんかいろいろと語ったような気はしますけども、何か語り残しはないですか？そうですね、まあ僕のあの
このシネマ野郎のチャンネルだと一応僕肩書きが特撮評議会 OB っていうふうに書いていただいてるんですけど、うん、結構あのサークルとしてかなりガメラっていうのはすごい思い出深いものがあって、あ、なるほど、あの僕が入った年に初めて作った評論本がまさにガメラだった、うん、なるほど、そうで、しかも因縁深い、なぜそれがガメラだったのかっていうと、うん、もうあの要は怪獣同盟っていうのが早稲田大学のサークルです。で、はい、先ほどあのおっしゃった田崎監督出身の、まあ、本当に老舗の素晴らしいサークルとしてあって、うん、奴らはゴジラだと。ああ、なるほど。当時の幹事長の方がおっしゃったんです。うん、あれはゴジラだ。俺たちはガメラだって。俺たちはあのでっかい本家王道ではないオルタナティブとしてのこうサークルをいかねばならない、でやるならばやるべきはガメラしかないだろうみたいな、なるほど、あの当時の、うん、そういうふうにおっしゃってて、平成ガメラはそのイデオロギーで関わってくる話、そうなんですよね、まさに、まあ、当時 の、 そのスタッフの方のインタビューでも当然読んでると、あ、もうこれがもう俺たちやるしかないじゃないですか、なるほど、そう、結構そういう思い出もあったりとか、あとあれなんですよ、あの僕ライター、今もライターとして駆け出しでやらせていただいているんですけど、最初に関わった本が、うん、あの旧予選者が作ってたあの平成特撮の夜明けっていう本だったんですけど、はいはい、まさにあの僕が初めてこうちょっとかからせていただいたのがあの平成ガメラの話で、うん、あの造形担当された原口智雄さんと、うん、まさにあのお話に出てた脚本家の伊藤さんのインタビューをちょっと、うん、あの制作でお手伝いしたんですよね、うん、そういう意味であの、まあ、なんですかね、大学当時の、まあ、思い出のスタートと、うん、まあ、ライター活動を初めてやらせていただくにあたってのスタートは、まあ、平成ガメラの気がなくて語れないところがあって、そう、ちょっと自分史を語る上でも欠かせない感じがしますよね。で、そう、うん、まあ、あのあれですね、一昨年あの平成から令和に言語が変わる直前にあの新聞芸座であの平成最後の平成ガメラオールナイトっていうのもありまして、うん、はいはい、あの僕平成最後に見たオールナイトがそれだったんですけど平成を終わりをかみしめるためにも平成ガメラの最後を見るのいいなと思って、ね、うん、もう最後ガメラ3の最後です、もう強敵機でこう、ね、ギャオスの大軍を迎え撃つガメラの姿を最後に見て、すごいこう衛星の終わりをかみしめながらこう劇場されて、なるほど、満身創痍でね、ガメラでね、はいはい、あのギャオスの大軍に戦わなきゃいけない、うん、大変だよなって、もう気持ちが乗っかりますよね、うん、まあでも本当にね、そういう意味ではね、僕ももうね、あの最初に大怪獣空中決戦を見た時は本当にね、まだ何者でもなかったんでね、こういう商売を始めて、その後ね、はい、金子監督にも愛、樋口真嗣さんにも愛みたいなようなね、でそういう意味ではちょっとね、ああ感慨深いものがあるなというのがあるんでね、あとはやっぱりこのガメラパーフェクトボックスでしょうかね、これね、もうガメラに入れ込むあまりね、当時の当時2万円もするような本ですよ、これ、ね、これパッと見ると本に見えないですね、本に見えないですよね、このなんかの狂気みたいに、ね、本当にすごいです、おそらくガメラの関係関連書籍の中で一番高額だったと思うんですけど、ね、うん、今なおそうですよね、おそらく、そうね、まあ、あの非常にね、内容のね、あのよくな、ね、いいさ、あの関連書籍がいっぱい出てるんですけど、はいはいはい、これはまあ徳間さんが出てるんで、うん、まあ、いろんな関係もあるんだろうけども本家本元ですから、ね、そうだからこれもね、本当にその2万円 の、 なあの中身は一応ね、あの今までのそのね、あの作品の3部作を振り返って、はいはいはい、そのね、ビジュアルを切り出したりとか、うん、あとメイキングとかの写真とか載ったり、はいはいはい、あとはそのね、お三方のエッセイ、監督ね、時井監督、脚本ね、皆さんのエッセイが入ってきたりとかするんですけども、うんうん、2万の価値があるのかどうかって今問われるとちょっと冷静に考えるとどうなんだろうみたいな、熱に浮かれてちょっと物を買いすぎたんじゃないのかみたいなねあるんだけども、うん、でもやっぱりこれもね、ある思い出の一つなんでね、うん、これはこれでね、大事にしていかないとと自分をね、こう、そう奮い立てつつなんでね、やっぱりちょっとね、平成ガメラね、はい、語り足りない感がありますけどもね、うんうん、まあ実際そのこの今の 4KHDR 版の上映と、あとあの今秋葉原のあのあれですね、あのギャラリーで今、うん、あの特撮の DNA の実行委員会が主催 の、はい、あの展示イベントもやっているということで、うん、あの今年あのウルトラマンで特撮 DNA やった時に僕もちょっと図録で関わらせていただいたんですけど、まあ、要はそれの流れをもうさらにガメラでもっていうので、そう、なるほど、ね、前年がちょうど今年ウルトラで、その前回の DNA 自体がやっぱ平成ガメラの DNA だったんで、うん、なんかもう今もまさに展示イベントとまさにこの上映
のやつとでかなんか平成ガメラをまたなんか一気に熱くしようぜみたいな感じのラインがありますね。特撮の DNA はね、前回カメラをそうですね、うん、そうね、カメラと大英特撮やって、はい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 、でその時にやっぱりどん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 あのねあのやっぱり現物で撮ってるんで、うんうんうん、ね CD ではとかではねまだすごくあの黎明期だったんで、うんうんうん、ねだからどん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 でも現物のねそういう着ぐるみであったりとかミニチュアみたいなものっていうのがね消えていく中で保存していくっていうところではねなかなか大変だったりもするんですけどもね、うん、まあちょっとそういうねあのことも含めて ね、 ねあのガメラ改めて劇場で見てもらえればなと思うんでやっぱちょっとこの平成ガメラ3部作はねやっぱちょっと特別なものでそうですね、まあ、本当に、うん、というわけではいじゃあもう皆さん絶対、ね特撮好きとしても絶対見てくださいという感じで、はい、はい、というわけで、はい、長くなりました。ありがとうございました。